それでは、この表題の、文献について福島が、発表いたします。で、まずアブストラクトなんですが、まずその、ニューラルマシントランスレーションにおいてはその、語義曖昧性解消の能力っていうのはまだ定義量されてなくて、この研究ではそのそのニューラルマシントランゼーションにおける、語義曖昧性解消の能力を評価するための新しいクロスリンガル WST タスクっていうものを、デザインしたっていうことです。そして、ジャーマンイングリッシュとジャーマンフレンチでそれぞれテストデータを作って、評価を行ったっていうことが、この、論文で言われてます。で、イントロダクションです。まず、機械翻訳においては、正確な、翻訳文を生成するためには与えられた文脈から正確な意味を決定しなければならないということが分かってます。しかし、エラーは間違った翻訳や、理解不能な翻訳を生み出すけれども、そのどのタイプのエラーが難しいかっていうのはまだ定量されていなくて、その理由として、ブリューの自動評価では、詳細な解析ができないためとなっています。そのため、またその機械翻訳のための語彙選択を評価する手法はいくつか提案されているっていうのはあるんですけども、同義や言い換えなども、罰されてしまうっていうことが問題としてあります。そこで、今回提案するタスクでは、システムに決められた、翻訳セットから一つの、翻訳を選択するように、制限するっていうことで、評価をしようということを行いました。そして、大規模かつ再現可能方法で、語義曖昧性解消の評価を行いたいということで、NMT では、文のペアに対して、条件付き確率が、割り当てられることを利用して、やろうかなっていう考えで、S その翻訳、S が元の文翻訳文なので、元の文があった時の、その翻訳文が出る確率っていうものを、利用しようということで、その利用して、曖昧性のエラーを含む文とリファレンスで NMT モデルのスコアを計算して比較することでどれくらいうまく語義を区別できるかを評価するっていうことを行いました。でテストセットです。まず、作成法についてなんですけども、このテストセットを作成するにあたって対訳コーパスのリファレンスから曖昧性のある語を、別の意味に置き換えて別の翻訳結果を自動的に作るということをしています。例えば、下のものでこの単語についてはこの4つの意味があるんですけども、ドイツ語のソースから、リファレンスとして、英語のものなんですけども、この太字になっている部分が、その対応するものになっているんですけども、この場合、エラーを作る手法としてこの、他に スネークやサーペントっていうものがあるのでそれを、対照的なものとして対照的な翻訳として、こうやって自動的に作るようなことをしています。そして、この作成については、対訳コーパスが必要なことと語義曖昧性を持つ名詞の集めたものということで、つまり、この今太字になっている部分の名詞を集めたものが、必要になるっていうことが分かります。なので、まずそのテストデータとなる文の収集ということでまずその一つ目 の、 その語義曖昧性を持つ語の収集については、既存のフレーブツベース の、そのマシントランゼーションシステムから、語彙の変換表からそのドイツ語の、語義曖昧性を持つ語を抽出するっていうことを、行いました。そして、そのもう一つ必要なものとしての対応コーパスなんですけども対応コーパスは、これらの、対訳コーパスを使用して、ジャーマンフレンチとジャーマンイングリッシュについてそれぞれ集めています。そして、手法です。手法はベースラインと2つの WST 既にある、2つの WST の手法を用いています。まずベースラインについては最も品質する意味を用いるということをベースに行っています。そして、その WST の手法の一つ目として、センスエンベディングということで、センスグラムというものを使って、その語義の、エンベディングを計算して計算学習してその狂気表現
入力文というか元の文の、供給源から、この語義を決定するっていう方法です。そして、もう一つはエレキシカルチェーンということでセンスグラムというのを用いて、こちらも、それで意味的に似ている語を集めてそれぞれのエンベディングを連結させるのが語のベクトル表現として用いる手法となっています。で評価です、評価では、そのジャーマンフレンチとジャーマンイングリッシュの2つの、MT システムを使用しています。学習については210万分で学習させておいて、その学習分はその、ユーロパール と、ニュースコメンタリーより持ってきています。そして、ツールとか、手法として、バイトペアエンコーディングや、ネマツというかこのような、手法を使用しております、キットを使用しております。そして、アダムを使って、パラメータを更新しています。で結果です、まず、それぞれのシステムの明らかな比較ということで、ベースラインと、レキシカル、センスグラベルと、レキシカルチェーンでそれぞれ比較し、それぞれのシステムで比較したいものになっています。そして、この 0.70、0.71、0.70 はその N の数でやっているんですけども、ヒューマンについてだけは、下に書いてある通り、ランダム抽出したもの100分から150を、母数としてやっています。その結果なんですけども、見て分かる通り、人間とその、NMT の比較なんですけども、だいぶ離れているということが分かってて、その一つの理由として、このような文があるんですけども、これだけではその機械翻訳だと、この文だけだと機械翻訳ではその判別が難しいということで、それを人間ができているっていうことでこのような差が出ているっていうような結論になっています。そして、次にトレーニングセット中の、出現頻度ごとの正解率になっているんですけども、そのトレーニングセットの出現頻度がこのフリークエンシー、そちらのフリークエンシーの方になってまして、それぞれそのアキュラシーを出しているんですけども、高い頻度ではほぼ同じような、全てによってほぼ同じような、結果になってるんですけども、だんだんその頻度が少なくなっていくと、アキュラシーも落ちてきて、落ちてくるんですけども、0から20のとか20以上50未満のような、その場合は、センスラベルや、レキシカルチェーンの方が、いい成績を残しているってことが言及されていました。で、結論です。この NMT モデルを評価するための新たな語彙選択タスクを紹介し、そして、ジャーマン・イングリッシュとジャーマン・フレンチのテストセットを示しました。そして、このタスクでは NMT モデルにおける、語彙の曖昧性解除についての能力を自動的かつ定量的に、解析できます。そして実験ではそのベースラインは学習データに品質しないベースラインはその学習データに品質しない語彙に弱いんですけれども、提案した2つの手法ではそれに対しての改善が見られたってことを言われてます。そして、人間と NMT モデルの比較で、ただの一文だけでは、難しいということで、このタスクを解くためには広い文章の、文脈を用いて、あれ曖昧性解消をしないといけないということが、言われています。以上で発表を終わります。